るきくんはいつも目立ってて、周りには大勢人がいて、私とは全然違う。でも、書くんだ。ああ、私美術部で。すごいな。え？俺そんな花咲いてるの全然気がつかなかった。桜ん時も思ったけど、ミオのカメラアングルってすげえ面白いっていうか、綺麗だな。アイデア思いついたんだ、映画の。映画？俺映画研究部でさ。へえ。男の子ってちょっと苦手だったんだけど、ハルキくんは違った。どんな映画が好きなのかな。好きな音楽は？少しでもハルキくんの世界を知りたくて近づきたい。こんなのは初めてで。お、旦那の登場だ。マヒロ、お前か。よ、ハルカップル。ガキっぽいことしてんじゃねえよ。気にすんなよ。気にしないようにって思ったけど、そう思えば思うほど気になって、気がついたらいつもハルキくんを探している。